皆さんこんにちは、203です。前回105の開封動画を撮ったんですけども、重量を測るのを忘れてたんで、今回個別に重量を測ったものを動画にします。ではまずフロントディレイラーからいきたいんですけども、フロントディレイラーはバンドタイプなんで、直付けタイプより重くなってしまうので、ちょっとこれは参考数値ということでいきます。直付けタイプのカタログ値は、95g になってますね。なんで、まあ、バンド分ちょっと重くなってます。はい、比較として6800の、アルテグラのフロントディレイラー 83g か 83.5g ですね。ついでに持ってるものとしては、9000のデュラエースですね。9000番台のデュラエースなんですけども、こちら 65g ですね。さすがにデュラエースの後かなり軽くなりますね。はい、次が、リアディレイラーをいってみましょうか。リアディレイラーなんですけども 219.5g ですね。ちょっとネットで調べたカタログ値っていうのが 225g なんで、それより少し軽めになってますね。はい、これも参考までに他のディレイラー持ってますんで、ちょっと6800のアルテグラのリアディレイラー SS ですね。 196.5 ですね。でこれも、9000番台のデュラエースがありますので、これも測ってみましょう。161g ですね。やっぱりあのデュラエースにすると軽いですね。じゃあ次なんですけども、ブレーキですね。ブレーキが、186と、もう一つ2つで369g ですね。これはあの裏のネジを抜きにした重さになります。参考までに。で 369g、カタログ数値では379になってます。あのネジ込みの重さかもしれないんで、まあ同じぐらいですかね。じゃあ次はクランクいってみましょうか。まずは、ミニクランクが 519g、 そして左クランクを乗せると 717g ですね。5034のカタログ値が 713.4g なんで、まあ少しカタログ値より少しだけ重い形ですかね。はい、次は STI レバーですね。すると、480.5g ですね。カタログ値が 500g なんで、それより少し軽いという数値になってます。スラムの E タップがたまたまあるんで、それも測ってみましょう。はい、スラムの E タップのレバーが2つ足して 265.5g、 めちゃめちゃ軽いですね。はい、スプロケはちょっと参考までに、ちょっとこのこれがついてるんで本当の重さ出ないんですけども、一応測ってみましょう。 300g ちょうどですね。11から 30T でカタログ値が 304g なんで、このなんかこうこれがついた状態で 300g はカタログ値より少し軽いですね。ということで R7000 の105の体重測定でした。今後こちらの105をフレームの方に組み付けていきますんで、それもお楽しみにしていてください。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。